動画編集があるから今週もデートキャンセルしてきました。おう、こんにちは、比較ゲームズです。ということで今日もですね、ウィニングレバープリン2019やっていきたいなと思います。今日のウィーラープリアラルはこちら、ソルト&シュガーさん。アイテム変えるようになってほしいということで、いいですね、このね、スキル追加変えたら熱いですけど、さすがに多分 1080GP じゃ変えないと思うので、そうだな、まあ僕が運営だったら 3500GP ぐらいにしますかね。ということで選手のクイズも行きましょう。今日はこちらの選手、はい、この選手はですね、まあ、スーパーサブでこの特殊な能力っていうところで結構わかる方いるんじゃないかなと思ってます。でヒント出すとすれば、今日の朝のコロンビア対アルゼンチン戦でゴール決めた選手ですね。はい、ぜひ予想していただいて、動画の最後と概要欄に答え書いてますので確認してみてください。はい、ということで今日の動画になるんですけど、ちょっと待ってって、だからなんでいつも課金いくねー。はい、ということで、今日の動画はですね、レジェンドワールドワイドということで、こちらの新しいレジェンドボックスガチャ来てますので、簡単解説していきながらいつも通り10連やっていきたいなと思っております。そしてですね、なぜか先週雑談が結構好評だったので、今回もですね、視聴者さんからのリクエストを雑談していきたいなと思っております。そっちが本編なんじゃないかっていうところもあるんですけど、簡単にですね概要を見ていきましょう。レジェンドワールドワイドということで、この 2,3 週間はですね、一応レジェンズイタリアンとかレジェンズスパニッシュとか地域が絞られてたんですけど、今回はワールドワイドということで一気にですね世界に広がっていきましたね。はい、で、まあいつも通りのですねボックスガチャで、確率もいつもと変わらずですね、ちょっと分かりにくいのでリセットしますね。はい、昨日ちょっと生配信でふざけて引いちゃった分がね、引かれちゃってるんですけど、まあ一応いつも通りの確率ということで、まあしょうがないですね、もうこれは受け入れるしかないのかなと思ってます。で、今回ですね、皆様に注目していただきたいのはこのラインナップなんですけど、ちょっとねレジェンドエグい今回。うん、先週もすごく良くて、先週もおすすめしたと思うんですけど、先週といい勝負、もしくはちょっと勝ってるぐらいね、メンツとしては素晴らしいなと思ってて、まあマラドーナに関しては本当ね、見ていただいたら分かるんですけど、能力お化けです。はい、もう能力化け物でコンディション安定度7などで使いますし、あとはですね、ダルグリッシュ強い、マルディーニ強い、バティストゥータ強い、ビエラ強い、マテウス強い、スコールズちょっと強いということで、はい、かなりね、いいメンツで、かつね、コンディション安定度高い、安定したメンツが本当に多いんですよね。まあ、いつも言ってるんですけど、最近の確率がずっと 27.2% なので、まあ、この状況の中だと、レジェンド込みで、かつこのレジェンドのメンツっていうところを考えると、無課金でも勝負できるレベルなのかなっていうのは思ってますね。ちなみに僕も無課金アカウントで、5回ぐらいやってみようかなと思ってますので、まあ、その前哨戦ということで、今回10連やっていきたいなと思ってますね。はい、なので皆さんね、ぜひ無課金の方でも検討する価値あると思いますので、まあ今のね GP とかと相談していただきながら、ちょっとは勝負してもいいんじゃないかなと思っております。ということで、比較ゲームズ毎週のごとく10連勝負していきたいなと思っております。まあなんかね、この10連が引くか迷ってる方の、まあ後押しというか参考になればいいし、まあ引けない方はですね、これでなんか疑似体験していただけたら嬉しいなとか思ってたりするので、やっていきたいなと思います。さあ、ということでいきましょう。ちなみにさっきも言ったんですけど、先週雑談コーナーが地味に好評で、雑談テーマ募集したんですけどね、毎よりもコメント集まってて、雑談テーマ雑談してくださいとかもあって、ちょっと嬉しかったですね。はい、ということで雑談始めた瞬間に銀からスタート、これが比較ゲームズでございます。さあ、ゴールキーパー、ベリシャ選手、ドルベア選手ですね、そしてロベルト・マク選手ということで、ありがとうございます。ということで2回目いきましょう。ですね、そうだ、最近のちょっと生近況というか考えていることで言うと、ウィレ版のですね、フリースタイルダンジョンっていうのをちょっとやりたいなと思ってて、フリースタイルダンジョンって知らない方もね、結構いるかなと思うんですけど、まあなんかウィレ配信者がモンスターみたいになって、そのウィレ配信者に勝ち抜き戦で視聴者さんに挑んでもらって、全員に勝ったら賞金がどんどん上がっていくみたいな、そういう企画を生放送でやったら結構盛り上がるんじゃないかなと思ってて、あ、ドアン選手来ましたね。はい、雑談の間にガチャ結構見るって結構難しいんですけど、はい、あ、ロジッチ選手、セルティックのクラブセレクションで出てきてましたね。はい、そしてで、グズムンドソン選手ということで、ありがとうございます。そう、そんな企画を考えているので、近々また多分ね、7月中には1本生放送できると思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。さあ、ということで3回目、よし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 、ここちょっとガチャ集中していこう、ここ集中、一発集中、ゴー、集中の結果が、集中の結果が金玉、ありがとうございます。ということで、はい、金玉ですね。セナビッチフリーダー、お、コバチッチ選手、はいはいはい、コバチッチ選手、プラッテンハート選手、そしてアンドレ・ビオゴポコ選手ということで、なーにー、やっちまったな。ジョズテペっていうチームも初めて知りましたね。へえ、こういうね、新しい発見もあるっていうのは、あ、能力は意外と悪くない。え、結構いい、ハードプレスでスキルいいし、能力悪くないですね。銀の中だと結構いいかも。毎週エージェントとかで出てくれたら嬉しかったですね。はい、ありがとうございます。
この前の雑談テーマで面白かったのは、好きな子の思い出お願いしますっていうのに結構いいねがついてたので、ちょっとね今回は小学校の時の僕の淡い恋愛のお話をしていこうかなと思ってまして、小学校の時ね、僕4年間ぐらい一途でずっと好きだった子がいたんですよね。小学2年から小学6年まで好きだったんですけど、はい、クリステンセン選手、エル・ベリー選手、そしてスティーブ・ヤゴ選手ということでありがとうございます。そう、小学校の時ってでも好きとかあんまり言えないじゃないですか。で、まあ僕もね、確か好きって結局ね、小5ぐらいに言った気がするんですけど、なんか小3の時とかはその子とこう一緒に帰って帰り道でさ、何々ちゃん好きな子いるのとかって僕は聞いて、いやちょっととかって言うと、まあ相手から逆にヒカット君好きな子いるのみたいに聞かれるわけですよ。はい、でその時の僕はなんか、まあ好きとは言えないわけですよ、当然ね、当然言えないので、なんか聞かれた時に、まあちょっと秘密だけど、まあいるはいるみたいな、うん、でまあ名前は言えないけどここにいる人が好き、おう言ったわけよ。まあ実質告白みたいな感じね。まあ結局それもスルーされたんですけど、この淡いやり取り、もう話してるだけで懐かしくて淡い気持ちになってきちゃうんですけど、はい、まあまあそんなことをねやり取りした、女の子がいてですね、あ、これが一番なんか昔のね好きな子の思い出っていうと思い浮かびますね。はい、ムスタフィ選手、マティフ選手、ラーション選手ということで、センターバックでいい選手が2人一気に来ましたね。マティフ選手とかね昔結構使ってたんだけどな、コンディション安定度がね、あ、でも後半5か、あれマティフ後半上がった、なんか前結構3とか4だった印象あるんだけどな。でまあ5でセンターバックっていうとちょっとっていうところではあるんだよな。でも強いですよね、マティフ選手も。はい、ありがとうございます。そうで、そんなことがあって、で結局その子とね、小学校を卒業して、僕は地元の小学校行って、その子はね頭良かったんで受験しちゃって離れ離れになったんですけど、結局ね中学校のその別れた後にお互い好きだったことが分かるみたいなね、はい、そういう淡いこともありましたねって言ってたら、黒玉来る、ありがとうちゃん、黒玉をくれてありがとう。おぉ、マテウス、マテウス来た、ありがとう、あの時のマちゃん、ありがとうございます。そしてクアレスマ選手、エラブデラウィー選手ということでありがとうございます。マテウスはね、これ僕マテウスの魅力を30秒で皆様にお伝えしておきたいなと思うんですけど、まずマテウス選手、まずレベル上限45なので育てやすいんですよね。でかつこのポジションの広さ、まさかのセンターバックもできちゃうということで、まあ基本的に起用はですねセンターミッドフィルダーが安定だとは思うんですけど、この適性の広さ、そしてですねこの能力バランスの良さ、異常ですよね。はい、めちゃくちゃ強いです。で能力のバランスもいいのももちろんなんですけど、次コンディション安定度見て驚かないでください皆さん。はい、コンディション安定度8ということで、この圧倒的な安定性、そしてですねスキルのところ、はい、スキルも強い、マンマークインターセプト、そしてワンシューライジングシュートとこの辺持ってますので、さらにですねスキル追加でワンタッチパスなんかも追加しちゃったら、ちょっとすごいマテウス出てきちゃうんじゃないかなというところですね。はい、小学校の時にあの子がくれたマテウス、ありがとうございます。まあそんな感じのね、まあ淡い恋愛ってみんなの中でも絶対1個はありますよね。やっぱなんか大人になってからの恋愛もそれはそれでいいんだけど、なんだろうな、ちょっと恥ずかしいぐらいのそのさ、なんか淡い恋愛っていうのがいい思い出だったりしますよね。はい、おー、スソ選手笑顔ありがとう、うん、今日もいい笑顔ありがとうございます、スソ選手。そしてリュニョフ選手、オニエクル選手、あ、オニエクルってさ、この FP で出てきたガラタサライのオニエクルじゃない。はい、これかなり能力高かったですよね、 FP の時はスピード瞬発やばくて、はい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 、あー、まあでも通常だとちょっとねヘンリーって感じですけど、はい、ありがとうございます。さあ、じゃああと3回ですね。なんだかんだちょっと雑談してるとめちゃめちゃ長くなっちゃうの、やばいやばいやばい。さあ行きましょう、ゴー。さあさあさあ、そんな感じでね、いや懐かしいな、元気にしてるか。あ、そうでもね、その子と成人式で再会して、その後もね1対1で飯行ったりとか何回かあったんだけど、やっぱねその後もう1回なんか噂になんか付き合うとかって話にはならなかったですね。まあやっぱ恋愛ってタイミングだなっていうのはなんか大人になって感じますよね。もし中学校の時同じ中学だったらとか、なんか中学校の時にもし告白してたらとか、そんな後悔をねしたりした時期もありましたけど、まあ皆さんはねぜひ青春小中高大もそうですけど、今をね全力で今しかないですから、そんな恋愛楽しめるの今しかないって言うとあれだけど、うん、ぜひ楽しんでいただきたいなと思いますね。ダボ選手ということで、アリアン・アデミ選手、お、ロバートソン選手いいですね。最近僕すごくお気に入りなんだよな、強いですよね。まあ来作も結構能力上がるんじゃないかな。はい、この辺の能力アップも楽しみですよね。ただリバプールはね今ライセンス登録されない疑惑っていうのが結構出てきてるので、ちょっとその辺心配だったりはしますね。さあということでラストいきましょう、ラスト10回目。僕インドに住んでるのでインドについて話してくださいということで、インドは大好き、カレーゴー、インドパワー来い、インド、あー、インドということで、はい、ありがとうございました。銀玉スター、あ、
でもいい、バレル・ジェルマン選手は優秀ですね、スパスパ持ちで、オリバー・ノーウッド選手、ラズバン・マリン選手ということで、うわー、さっき言ってたちゃんのあだ名マリリンだったので、ちょっとマリンって来て今ドキッとしちゃいましたね。はい、ということで今回ですね10連引きまして、ちょっと厳しかったね。先週は結構神引きしてましたけど、普通に今週は厳しかった。ただまあマテウスが出たのはかなり良かったんじゃないかな。マテウス何回目で出た？多分5、6回目で出たと思うので、まああそこで退散したって考えると、まあ5、6回でマテウスって全然いい収穫だと思うので、はい、まあ最後必死にいい感じにしてますけど、確率的にはすごく悪かったかなと思っております。はい、ということで今回ですね動画以上で終了していきたいと思います。また次の動画、そしてですねまたなんか雑談のテーマあればコメント欄書いていただければ来週採用するかもしれないのでよろしくお願いいたします。ではですねまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。